死んだらみんな骨だけになるんだぞみたいな、意思とかそういうことじゃなくて、なんかちょっとネガティブ発言にも捉えられるよね。死んだらみんな骨だけじゃんみたいな。うわー、なんかすげえ違和感あるわ、そう考えると。伊達健さんかな、健じゃなくてスグルです。これすごくね、伊達健さんかなって言ったらスパチャの話し出しが健じゃなくてスグルです。俺が間違えることをもう健文職じゃん、もう伊達健って読まれることを予期して、健じゃなくてスグルですから始まっている。伊達スグルさんね、ブルックの読み読みの実が覚醒すると周囲にどのような影響がありますか。いや、もうこれも激ムズすぎるよ。読み読みの実が特殊すぎて、読みの力と読みの霊気とかその辺だよな。全員生き返るとかあるのかな。読み読みだけはちょっと、まあ死ぬほどこれガチ考察案件だ、これもうマジで。パラミシアで周囲に影響するだもんね。周囲に読み読みが影響するってどういう意味なんだろうな。普通に考えたら死んだやつが覚醒したその範囲内を全員蘇るとかなのかな。読み読みも世界の中で最もふざけてる能力だと思うさ。確かにな、死んで骨だけブルックですもん。完全にギャグだし、45度とかね。で、まあ、今回、この1045話で、死んだらみんな骨だけだ、しししっていうルフィのもう違和感しか残らない。小田先生の意図でルフィがこれ喋ってるだろうみたいなね。ルフィの口から自然に出たとは思えなすぎる。まあ、これ読み読みの実のことを指してるんでしょう。読み読みの実なのか、ブルックのなんかなのか、悪魔の実の真実なのか。人はいつ死ぬと思う？人に忘れられた時だって、まあ、受け継がれる意思であるんですけど、なんかそれと真逆だよね。でもね、死んだらみんな骨だけになるんだぞみたいな、意思とかそういうことじゃなくて、なんかちょっとネガティブ発言にも捉えられるよね。死んだらみんな骨だけじゃんみたいな。うわー、なんかすげえ違和感あるわ、そう考えると。これカイドウの発言ね。安心して死ね、お前らの戦いは誰かが語り継ぐだろう。受け継がれる意思のことを言ってくれてるようにも感じる。カイドウのこういいセリフに感じる。でもいらねえ、俺はそういうの。それを否定してんだよな、ルフィがね。死んだらみんな骨だけだ、受け継ぐもクソもねえだろうみたいな。受け継がれる意思完全否定みたいな捉え方もできるよね、これ。骨になっても忘れられなければ生きてると思ったら、あ、そういうことか。つまり忘れられても死んでも骨は残ってくれるっていう、実はポジティブ内容。うわ、すごい、みんなこの瞬間でアンカーとしての自覚、あ、アンカーとしての自覚を強調してる。あー、なるほどなるほど、こんなとこで俺死なねえということか。俺が死んで誰かが受け継ぐなんてことはもうねえんだと。俺はもう死なねえし、俺が死んだら骨だけでそこで終わりなんだっていうね、ここまでのリレーが。俺が最終走者として全てを終わらせるんだっていうことか。うん、あ、そうだな、そう考えとか、みんな鋭い。いや、そうだね、なるほど、深いな、それ一番しっくりくる。あ、そうだね、本当に俺が死んだら終わりなんだっていう覚悟があるってことだよね。死んだらみんな骨だけだとは言ってるけど、それを無意識的にルフィがこう察知してるのか、俺は死んじゃいけないというか、語り継いでもらわなくて結構だっていうね、死んで語り継がれることなんてされたくないみたいなね。いや、このリアルタイムの俺が一瞬悩んだところに、リーの意思完全否定、受け継がれるし否定でも、いや、それ否定じゃないよ、モッチーの、このすごいね、これがライブではある。これをいつもね、スタッフとね、そんな感じで、俺が言ったことをスタッフに否定されることもあるし、スタッフのアイデアを俺が否定することもあるし、そうやってこうね、ガチ考察がこう生まれていくっていうね。いやー、いいですわ、楽しい。ザ・クレイジーボーイさん、ラフテルの財宝って誰が置いていったの。これはまあジョイボーイとか D の一族でしょうね。とにかくまあ巨大な王国が滅ぼされたと、追ってから逃げるようにたどり着いたのが多分ラフテルとかそういう感じだとは思うんですけどね。つまり世界政府の手に届かないところに、その忘れられないように、いつの日か世界政府を滅ぼす者が現れる時のために、その真実を隠すために、その巨大な王国の民たちが、それが多分ジョイボーイとかなんですけど、ジョイボーイ、お前と同じ時代に生まれたかっていうロジャーの発言もあるんでね。だからラフテルの財宝って誰が置いていったの、まあこれに直球で答えとすると、ジョイボーイですっていうね、答えはジョイボーイですね。さあ、ナイトさん、600じゃないことです。箱舟ノアはノアの箱舟のどの部分をモチーフにしていると思われますか。ノアの箱舟、ノアの大洪水は文明を作り変えるためとか、動物を全種乗せた、これね、つがいの全種をね、いろいろモチーフになりやすい部分もあると思いますが、私は洪水神話の匂わせかなと思いました。まあ私モッチーの考察では、何のためにノアがあるかというと、太陽の元に魚人島の人たちを全員を乗せるため、海に住む者たち全員を乗せるためで、何から身を守るかというと、要するに最後の攻撃でマリージョア、レッドライン、魚人島を全部滅ぼすプルトンの攻撃があるっていう考察をしてるんで、そうすると多分大災害が起きるんですよね、そんなどでかいド派手な攻撃をした場合で。その大災害から海の者たちを助けるためにノアは存在していると思ってますね。